ペットのデポ、久しぶりですね。今回は何をやるんですか？今回のゲームは、1995年にブルーチームが制作した東京トワイライトバスターズです。舞台は西暦1923年、大正12年の東京です。大正というと、鬼滅の刃の時代ですか？鬼滅の刃の物語から10年後の東京が舞台です。日本で1923年といったら関東大震災があったとして知られています。このゲームは文章の量が多くて読むのが大変です。なので内容を省略して話していきます。なるほど。ホラーっぽいのお父さん好きですもんね。少女は独房に監禁されていました。精神的苦痛から彼女は記憶を失いました。軍曹が部下に少女へ食事を持っていくよう指示します。謎のおじさん登場。彼女は壁から物音がすることに気づきます。壁から男の声がして助けに来たと言いました。男は何か道具を使って壁を壊すよう指示します。独房に道具はないんじゃないかな。彼女はハンマーで壁を壊します。どこからハンマー持ってきたんですか？男は少女の名前をユキと呼びました。そこへ兵士が食事を運んできました。男は慌ててベッドの下に隠れます。兵士は食事をテーブルに置いて出て行こうとします。その時ベッドに隠れた男が物音を立ててしまいます。兵士はユキを問い詰めます。男は兵士を後ろから殴り倒します。二人は独房の外へ脱出します。男は居眠りをしている軍曹を倒します。男は何かを探していました。探しているものは写真入りのロケットペンダントです。早く逃げなくていいのかな。ユ
時は自分も一緒に探すと言いました。男はペンダントを見つけました。虫さんにとって命より大事なものなのか。兵士は目を覚まし、軍曹に状況を報告します。軍曹は二人を捕まえるよう指示します。軍曹は男を殺せと指示しました。しかしユキは傷つけずに捕まえろと言いました。ユキは何か恐ろしいものが近づいてきていると言います。男は先に進もうとしますが、ユキは嫌がりました。そこへ仮面の怪人が現れます。変なおじさん。仮面の怪人は光を放ち、ユキを動けなくします。男はユキを取り返そうとします。しかしモンスターが現れて男に襲いかかります。仮面の怪人は男の名前を草薙拓馬と呼びます。1923年7月頭に考古学者の草薙拓馬が失踪しました。拓馬の息子のショウは3年前にイギリスへ留学し、叔母の家で暮らしていました。ショウは父親が失踪したことを日本からの手紙で知りました。そして船で1週間かけて日本に戻ってきました。港では草薙家の執事である木年が迎えに来ていました。ショウは木年に父親の失踪について尋ねます。木年は言いました。拓馬は7月1日に外出したきり戻ってきません。警察に届けましたが発見されていません。警察は1ヶ月で捜査を打ち切りました。今は草薙家の関係者だけが捜査を続けています。執事さんがいるってお金持ちなんですね。ショウは明日の朝から捜索を始めることにしました。父親は帝国大学の教授をしていました。ショウは父の助手に話を聞くために大学へ向かいました。大学の前で父の友人に会いました。彼は帝国大学の麻生教授です。
そして彼の孫のさや子が父の助手です。麻生教授は考古学者であり、古い物品の鑑定が得意です。翔は父の研究室でさや子と話しました。タクマは超古代文明について研究していました。それは一般的に知られる古代文明よりずっと前の文明です。考古学ってよくわからないな。ショウは自宅へ戻りました。木年はタクマの書斎で見つけた手紙をショウに渡しました。それは警察からの手紙でした。タクマが探していた少女について書かれていました。ショウは警察署へ向かいました。手紙を出したのは鬼ヶ原警部でした。鬼ヶ原警部は翔にこの事件には関わらないように警告します。しかし翔は諦めようとはしませんでした。鬼ヶ原警部は翔の熱意に負けました。そして翔の力になることを約束してくれました。翔はタクマの研究室で資料を調べていました。そこへ麻生教授が現れました。麻生教授は翔にタクマの死体が発見されたと告げました。翔は警察署へ行き、死体を確認しました。死体は腐敗しており、顔が焼けたたれていましたが、着ていたジャンパーは父のものでした。そのジャンパーは、翔の母親がタクマにプレゼントしたものでした。あら、タクマさん、死んじゃったんですね。タクマさん強そうに見えたんだけどな。翔は遺体が父であることを認めました。ジャンパーのポケットにはペンダントが入っていました。鬼ヶ原警部はペンダントを翔にくれました。ペンダントには翔の写真が入っていました。被害者の所持品は通常は警察で保管されます。しかしペンダントは父の形見として翔に渡してくれました。タクマの葬儀を終えて翔はイギリスに戻ることを決めました。翔は明日の船で日本を立ちます。前日の夜、翔が眠っていると暗闇の中で誰かが助けを呼ぶ声が聞こえてきました。その声は少女の塔から聞こえてきます。助けて、誰か。ショウは目を覚まし、自分は夢を見ていたと思いました。ショウは木年に別れの挨拶をしました。いや、私もシツさんのいる家に住みたいな。そして港で船に乗り込もうとしました。
客さん、早く乗ってください。その時、誰かがショーを呼んでいる気がしました。振り返ると、少女が立っていました。彼女は昨夜の夢の少女像に似ていました。ショーは少女に話しかけましたが、彼女は黙って見つめていました。ショーはこの少女に懐かしさを感じました。ショーは彼女にどうしてほしいのかと尋ねました。その時、誰かがショーにぶつかってきました。それは通りすがりの見知らぬ少女でした。少女はよそ見をしていて、ショーにぶつかりました。少女と彼女の母親はショーに謝りました。ぶつかった時、ショーはペンダントを道に落としました。ショーはペンダントを拾いました。そしてペンダントヘッドの写真が外れているのに気づきました。調べてみると、ショーの写真の下に別の写真が入っていました。それはあの少女の写真でした。写真を見て、ショーはこのまま日本を去ることはできないと思いました。ショーはもう1週間日本に残ると木年に言いました。ショーはタクマが死んだ原因と少女のことを知りたいと言いました。木年はショーの望みを聞き入れました。ショーは自宅の書斎でタクマへの手紙を発見しました。その手紙は新聞記者の山崎義郎という人物からのものでした。手紙には少女の居場所が見つかったと書かれていました。この手紙はタクマが失踪した7月1日に届いています。ショーは山崎氏に会うために新聞社へ行きました。こんにちは、誰かいませんか？しかし山崎も行方不明になっていました。佐久間さんと同じ日に失踪したんですね。同僚の話では、山崎は睦月精肉工場へ行くとのことでした。ショーは小夜子に精肉工場を調べに行くと伝えました。小夜子もタクマが死んだ理由を知りたいと思っていました。小夜子はショーと一緒に工場に行くことになりました。ショーは木年に事情を説明しました。彼は柔術の達人です。木年はショーの手助けをすると言いました。
精肉工場の外には身張りがいて中に入ることができませんでした。ショウたちは身張りがいなくなるのを待ちました。辺りが暗くなってきました。突然ショウたちは仮面をかぶった集団に襲われました。ハロウィンですか？ゴミ捨てないでくださいね。電流のような衝撃を受けてショウは気絶してしまいました。ショウが目を覚ますと自宅に戻っていました。3人は帝国陸軍の氷室恭一郎少佐によって助けられました。氷室少佐は工場に潜伏している反乱分子を調べていました。氷室少佐は拓磨の知り合いでした。少佐は工場へ近づくのは危険だと少に言いました。木年も少に工場を調べるのはやめてほしいと頼みました。ショウは2人の説得にうなずきました。軍が調べてるなら任せましょう。しかしショウは諦めることができませんでした。ショウは木年に自分の気持ちを話しました。木年はショウのことを心配していました。しかしショウの決意を知って協力すると言ってくれました。二人が自宅を出ると外でサヤコが待っていました。サヤコはショウを諦めないだろうと思っていました。サヤコさんも一緒に行ってくれるんだ。かくして三人は精肉工場へ向かいました。少年とおじいさんと女性はちょっと力不足ですね。工場内を調べるといろいろなアイテムが手に入ります。軍曹は仮面の男に10時間後に工場を爆破すると報告しました。工場で行われていた実験を隠蔽するために事故を装う計画でした。時間制限があるんですね。仮面の男はユキを王子と呼びました。あれ？プリンセスじゃないんですか？そして仮面の男は前回は逃げられたが今回は失敗しないと言いました。兵士に見つかると戦闘になります。強いじゃないですか。
は部屋で魔導書を見つけました。本には短剣が入っていました。そして本にはこう書かれていました。短剣で手を切り、魔法陣を血で染めると封印が解かれます。ショウは夢で見た小中堂を見つけました。そしてショウは魔法陣の中央で自分の手を短剣で切りました。魔法陣にショウの血が広がっていくと異変が起こります。魔法陣の中央にユキが倒れていました。ショウはユキに服を渡します。ショウたちは工場からの脱出を試みます。しかし仮面の男と兵士たちに捕まってしまいます。やっぱ兵士には勝てないんですよね。兵士に連行されているユキに異変が起きます。ユキの姿が変わり、仮面の男を倒します。ユキちゃんって変身するんだ。ショウはタクマが作った抜け道に気づきます。ショウたちは仮面の男の後を追い、ユキを発見しました。時限爆弾は8箇所に設置されており、順次爆発していきます。
ショウはカメラを見つけました。そのカメラは新聞記者の山崎氏の持ち物でした。カメラのカバーに一枚の女性の写真が入っていました。ショウは崩れかけた壁を見つけて壁を壊して中に入りました。出た、ユキちゃんハンマー。そして壁の中の部屋で男の死体を見つけました。この人どうやって中に入ったのかな。やけを取られて死んでいました。ずっとここにいたのか。男の手にはメモが握られていました。メモは事件の記録でした。私は帝国新聞社の記者山崎義郎です。最近帝都では猟奇的な殺人事件が頻発していました。私は陸軍内部の特務機関が事件に関与していることを知りました。私は友人と共に不審な工場に潜入しました。しかし工場で行われていたことはあまりにも異常でした。私は怪しい儀式や人体実験をいくつも見ました。私は彼らに追われこの部屋に逃げ込みました。そして1ヶ月ここに隠れていました。私は逃げる途中で友人と別れました。友人は家族に宛てた手紙を私に託しました。私はそれを彼の家族に渡せませんでした。食料もなく私はもうすぐ死ぬでしょう。今も私を探している妻に申し訳なく思っています。突然、山崎の死体が動き出しました。ショウは山崎のカメラから見つけた写真を彼に見せました。山崎は初めは暴れていましたが、写真を見て暴れるのをやめました。そして動かぬ下へと戻っていきました。山崎の下へを調べると封筒が見つかりました。山崎のメモに書かれていた手紙です。手紙は拓磨が翔に宛てた遺書でした。遺書の内容は、私はユキとイギリスで知り合い東京へ連れてきました。しかしユキはある組織に拉致されてしまいました。私はユキを取り戻すために工場へ侵入しました。しかし私は脱出の途中で怪物に襲われました。
そしてひどい怪我を負ってしまいました。私は間もなく死ぬだろうと思います。私の最後の遺言をここに書き留めます。ユキを助け出してほしい。そして彼女をイギリスへ連れ帰ってほしい。それが私の最後の頼みです。草薙拓馬。翔は封筒の中に鍵が入っていることに気づきました。鍵はマンホールの蓋の鍵でした。鍵を使ってマンホールを開けました。そして外へ脱出することができました。山崎さん、封筒に鍵が入ってるの気づかないのかな。次回へ続きます。